タンダテは中国の作曲家。映画、グリーンデスティニーやヒーローのための映画音楽を作曲し、グラミー賞やアカデミー賞を受賞したことでも知られる。中国湖南省の省と調査士に生まれる。幼少時代に過ごした村では、村で様々な儀式を取り仕切っているシャーマンの存在や、その儀式の音楽に強い興味を抱いた。 彼にとって非常に不可解な文化大革命によりこのような飲酒は廃止され、さらに上の山下郷運動により持ち条件の人民公社で稲作の労働を強いられることとなった。しかし、このような逆境によって丹と音楽が切り離されることはなかった。丹は村の農民を集めて楽団を結成し、演奏さえできればおよそどのようなスタイルであっても演奏した。 時には食器を楽器として演奏することさえあった。タンはこの時、農民たちから2個の奏法を学ぶこととなった。この時代に政府の命令でスイカ売りも強制された。タンは政府が主催する攻撃に随行するという形で人民公社から離脱した。攻撃の演奏家を乗せた船が公社の近くで転覆して多数の死者が出たため、 それを埋め合わせるという形で雇われたのである。これ以後、タンは中国音楽院に学ぶことになる。そこで、竹光徹の音楽性に強い影響を受けることとなった。1985年、ニューヨークへ移住して、コロンビア大学の博士課程に入学した。エドガー・バレーズの元助手で、教授の修文中に作曲を指示した。ここでタンは、グラス、ケージ、文句、 第一のような実験音楽と出会うこととなった。タンは、それまで学んだ、様々な要素、少年時代に過ごした湖南省の音楽、音楽院で学んだ、クラシック音楽、ニューヨークのエクスペリメンタリズムの音楽を総合する力が、自分にあることに徐々に気づき始めた。1990年に、第13回 ACL 総会を兼ねた、アジア音楽祭90が日本で開催され、 三立はそこで ACL 入りの吉郎を記念賞を受賞した。1993年7月1日に東京のサントリーホールでサントリーホール国際作曲移植シリーズ移植作品ナンバーワン7として作曲されたオーケストラルシアター2で二人の指揮者と分割されたオーケストラ、バス、聴衆のためのが初演された。 1997年7月1日の香港返還の式典のために公共曲1997天地人を作曲した。この作品には通常の還元楽の他に児童合唱とチェロの独創が加わり、さらに近年発掘された古代の編章が使用される。2000年、ソフィア・グバイドゥーリナ、オスバルド・ゴリホフ、ボルフガングリームらと共にシュトゥットガルト国際、 バッハアカデミーから JS バッハを記念するパッション2000プロジェクトのために作品を移植され自ら指揮して初演した。その時の作品がウォーターパッションアフターストリートマシューである。2008年北京オリンピックのメダル授与式のテーマとして中国の民謡ジャスミンを古代の編章や接近と共に演奏するよう編曲し使用された。同じく2008年に Google から依頼され、YouTube シンフォニーオーケストラのために、インターネット公共局第1番、英雄を作曲した。シャーマン出身の執事にふさわしく、初期作品、オン・タオイズムでは指揮者のグリッサンドを多用した、勘高い裏声が存分に用いられ、オーケストラも弦楽器のグリッサンドをはじめとする、様々な特殊奏法でこれらのグリッサンドを模倣する。これが、 タンのオーケストレーションの大きな特徴となり、現在まで続く彼のあらゆる作品に応用されている。タンはまた伝統的でない楽器をよく使うことで知られている。伝統的な打楽器の代わりに、ボールに張った水の音を増幅する技法は、初期より多くの作品に用いており、また金属打楽器を水に沈めて、グリッサンドの効果を出すことも好んで使う。 ウォーターアッパーカッション競争局では打楽器独奏者があらゆる方法でこの技法を駆使し、また、新魔大樹南局永遠の水ウォーターパッションアフターストリートマシューではオーケストラの多数の奏者に水の音の演奏を求めている。ペーパーコンセルトでは様々な神楽器を駆使することで音楽が展開される。タンはまた演奏にマルチメディアの要素を取り入れることでも知られている。 例えば、ビデオテープとオーケストラのための作品や、聴衆の参加を求める作品などもある。これらの功績により1996年、グレン・グールド財団からグレン・グールド賞を受賞した、単ドンの代表的な作品の一部を挙げる。ありがとうございます。